K スタイルの皆さん、こんにちは。 N フレームのドラムジェンです。今回は僕が日本にいる間に買ったお気に入りのものを3つ紹介したいと思います。まあ、行きましょうかな。じゃあまず1つ目は、僕の服とかこのアクセサリーの帽子とかアクセサリーを買いました。やっぱり僕服大好きですから、いろいろなんかアクセサリーとか帽子も好きです。で、本当になんかそんなに高くないんですけど、もう普通に僕が本当によく使っているアイテムです。おすすめポイントは、もう僕ちょっとこれ何しようかな、ちょっと頭大きい僕でも被ることができるからなんかふわふわでいい、好きですよ。このもうネックレスはやっぱりなんかシンプルですけど、なんかこの言葉あるんですよね、シンプル is the best ですから。そうですが、2つ目はやっぱりこれです。もうみんな好きななんかコインケース、トトロのコインケース、これはこのドンキホーテで買いましたけど、やっぱり日本はこのコインケースが絶対必要から、僕が切ってすぐもう買いました。本当になんかこの耳であげることが本当に可愛いですよね。で、もう結構中が広いですから、結構もういろいろなんか、僕今はこのコインだけですけど、もう他もう普通には領収書もこっちに入れて持って行きます。いいことです。うん、この感覚もいいです最後3つ目は僕の秘密の兵器ですよ。これ本当にこれうちなんかケースタルで初めてなんか紹介することです。セーフィアのポイントがあります。これは僕が結構ポイントある僕このステーキは本当に大好きですから、結構ポイントがある。毎日じゃなくてもずっとなんか行ってなんか結構食べましたから、結構ポイントあるよね。僕の秘密もう平気です。もう後でもうメンバーと一緒に来るときに使うかな思っています。おすすめは400g のサロインです、はい、このお気に入りのものを紹介してみました。元日本で買いたいものがたくさんありますけど、次に日本に来れる時をもう楽しみにしています。それではまたお会いしましょう。以上 N フレームのドラムジェンでした。ありがとうございます。